家好，我是林木愛理，很希望到海外见大家。今私が着ている衣装は R4G というブランドの衣装なんですけども、今回もアニメとコラボしている衣装ということで、そのコラボしたアニメのリンちゃんというキャラクターを再現した髪型と雰囲気を真似した衣装になっています。春は結構ベージュのものとかピンクのものをたくさん買ってしまっていて、たくさん届いてるんですけども、早く着たいなと思っているのは半袖の少しこう光沢感のある素材のセットアップというかつなぎがすごく早く着たいなと思ってます。そうですね、やっぱりアイドルをやっている時からすごく自分は好奇心旺盛なので、いろいろなことにチャレンジできることに向いているなという性格っていうのが分かっているので、いろんなチャレンジできる機会があったら、今回のファッションショーのように大概のお仕事にもチャレンジできたらいいなと思ってます。めちゃめちゃその質問来るんですけど、昨年の夏の頃にやっていたパラレルデートっていうツアーで結構たくさんの新曲を歌ったんですけども、それの音源かまだかなみたいな声がたくさんあるんですけども、実際いろいろ動いておりますので、もうしばらくお待ちください。先ほども少し言いましたけども、5月の末から、鈴木愛理初めてのホールツアーが、日本の全国8カ所で行われます。今回もいろいろと演出だったりとかセットリストを含め衣装だったり、いろんなことを一から鈴木愛理も打ち合わせに加わらせていただいて考えていますので、台湾とかに住んでる方はすごくちょっと遠いかなと思うんですけども、ぜひ鈴木のライブにもし機会があったらピューンと、ウェルカムジャパンしていただいてライブ見に来てもらえたら嬉しいなと思います。楽しみにしていてください。これ以上は言えません